はい、皆さんこんにちは。それでは妖怪ウォッチ3ね、残りのクエストやっていこうと思います。自転車があると便利やな。お、ジャグラーがいる。ちょっと待って。あ、お、なんか妖怪いるぞ。あれ、これはなんだ。あ、コエンラだ。かわいい、コエンラ。妖怪ウォッチ2でも出てきました。めっちゃかわいいんですよ、この子。せっかく上手に化けてたのにバレちゃった。邪魔されたらケムケムしちゃうよ。進化するとね、エンダーエンナーって言って、超美女になるんですけど。よし、あ、チームバトル、レディーゴー。あ、ちょ、強そうだな、何がね、コエンラ。お、ちょ、あ、強い。え、強い、強いんですけど。あ、でも、あ、よかった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 。じわじわ回復していこう。 OK。 よしよし、まだまだ来るでしょ。おー、みんな超えんのか。よいしょ、ほうほう、 OK。 あ、強い強い強い。どうやん。よし、倒した。結構攻撃力強いから危なかったね。いや、でもよかった。よいしょ。これ仲間にはなんないのかな、お友達には。私の尻尾をつかんだ人はおさえついでてあげるんだ。でも尻尾がちぎると落ちちゃうかもね。あ、ありがとうございます。でもこれはね、クエストじゃないっていうね。あ、いた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 、なんかいる。そんなこと言わずにさ、何がとか話してくれよ。もう私のことはほっといてよ。これじゃあ準備が進まないよ。困ったな。どうかしたんですか？いや、舞台の準備をしてくれるスタッフがなんか拗ねちゃったみたいなんだよね。いつもはこんなこと言うやつじゃないのに、さっきからこの調子でさ、何かあったのかも聞いてくれないし、全然話してくれないし。君可愛いな、聞いてみてくれない？子供相手の話してくれるかも。お、ほっとけないよ、君だけは。ほっといてよの一点張り、トラブル起こしてる妖怪見つけた。めっちゃホットケーキじゃん。私のことはほっといてってば。普段は本当にいいやつなんだ。きっと何か理由があると思うんだけど。確かに様子が変でミスなんというか、喋り方も。てか絶対に妖怪の仕業だよこれ。そうやってすぐに妖怪のせいにする。いや絶対いるね。いいからこの後サーチするよ。はい、ほっとけないよ君だけは、やっていきましょう。よし、じゃあそのままナビをするかな。じゃあ早くね、ムーンちゃんサイドが気になるんですよね。弟くんがいなくなっちゃってるから、早くそっちに移動したんだけど。おい、痛い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 。ホットケーキだね。いたー、どうも。こらこら、人を困らせんじゃないの、あんたは。あんた、人間のくせに私が見えるの。もう嫌になっちゃう。ほっといてくれればいいのに。ほっといてって言われても。この妖怪はホットケーキですね。取り付いた人はもうほっといてと拗ねさせてしまう妖怪でミス。なるほど、だからお兄さんが拗ねちゃってたんだね。取り付くのはやめてもらわないとサーカスの準備ができませんね。太陽くん、ここは一つ説得してみましょう。うん。何を？どうして取り付いてるの？ほっとけないよ、どうしてその人に取り付いてるの？そんなのあんたに関係ないでしょ、ほっといてよ。ダメみたいですね。別の説得の仕方を試してみましょう。めんどくさいし、ほっとこう。やっぱりめんどだし、ほっとこうかな。ちょっと、それでいいの？本当にいいの？あれ、様子が変でミス。なんだか焦ってるみたいでミスよ。自分でほっとけって言ったのに、これはもしかして。太陽くん、この方向で説得を続けてみましょう。うん。ホットケーキ、やっぱりちょっと待って。何よ？ほっときたいならほっとけばいいじゃない。これ一番めんどくさいやつだよね。迷惑だからどっか行って。ほっとけないよっていうか、迷惑だからどっか行ってよ。あ、これダメかな。ムキになっちゃう。ほう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 。ほうほう。
いや、やっぱめんどくさい、ほっといた方がいいのか。待てよ、私はほっといてあんたたち困るんでしょ。いいのね、本当にそれでいいのね。太陽くん、これあと一押しな気がしますよ。いや、一引きですかね。うん、ね、ホットケーキやっぱりほっとくのはやめるよな。さっきから何なのよ、ほっといて。ほっとかなかったら意外にほっといてよ。いや、めんどくせえな、お前。あー、やっぱめんどくさい、もうほっとこうよ。確かに、ほっときましょうか。え、ほっといてって言ってるし、そのうちどっか行くでしょ。じゃあ俺は行くよ、バイバーイ。うん、待って、行っちゃやだ、ほっとかないでよ、もう。あ、バトルなった。あの、なんかこういうタイプいるよね、超めんどくさいんだけど、ほんと。よし、でもほっとくのが一番なんですよね、こういうタイプの子って。なんかね、用があったら自分から来るでしょう、精神。それで いないとちょっとね、自分の身が持たないっていうか。よし、ホットケーキちゃんも、そっか、あれか、回復系だもんね。うちのハーモリーの方が可愛いわって。あ、サボってる。まだかな。あー、回復やだな。オッケーオッケー、やばい、よいしょ、早く倒さないと。なんかじわじわ回復しちゃうな。あ、よし、倒した、オッケー。お疲れ様でした。お、特大ジャンボパフェ、やった、パフェパフェ。ほっとくなんてひどいじゃない。本当はやっぱりかまってほしかったんだね。なんかわかるな、その気。そう、もう YouTube かまちょなんだよな。その、どうかな、君さえよければ俺と友達になろうよ。うん、ほっといて。あ、最後ちょっと押しすぎたかな。あの、太陽くん、そう、その気を落とさずに、太陽くんの優しさはきっと伝わってますからね。もういいからほっといてよ。それよりほら、スタッフさんが元に戻ってるはず。あら、私たらどうしたのかしら。あれ、お姉だったの。え、この喋り方もしかしてまだ取り憑かれてます。あら、もうこんな時間じゃないの、急いで舞台の準備しないとだわ。お、やる気になってくれた。ごめんなさい、すぐに準備しちゃうわね。うん、頼んだよ。そういう喋り方が、お姉ですね。どうやらこの喋り方は元からのようでですね。元に戻って帰ったみたいでよかったでミス。あ、よかったよかった。じゃあこれでストーリー進むぞ。はい、ミス。お、もう少し、お、キャラメルピーナッツ2個ももらった。ルーレット、はい、大経験値玉だと。お、やったーやったー、経験値玉、これは嬉しい、大経験値玉。よし、ストーリーの6外れた、やりました、嬉しい。いやー、話は聞かせてもらったよ。君のおかげでサーカスが始められそうだ。本当にありがとうね。どういたしまして。お礼と一致なんだけど、今日のサーカスに特別に招待してあげるよ。え、いいの？もちろん。はい、ショーもチケットだよ。お友達も誘っておいで。あー、やったー。これはマックを誘うかな。わー、やった、ありがとうございます。太陽くん、よかったですね。うん、マックも誘ってこよう。あー、これちょっと待って、ストーリーロック外れるかな、どうだろう。ちょっと一回切り替えてみていいですか。じゃあ、ムーンちゃんサイドが気になって、よいしょ、ちょ、切り替えてみるか。あ、間違った、ロック外れるかな。ちょ、外れないようだったね。そのままちょっと太陽くんのところ行こうかな。あー、変わんないね。じゃあちょ、引き続きこっちやっていきますか。はい、じゃあ切り替えます。じゃあ、マックの方、マックを探さないといけないんだけど、あ、でもちょっと待って、クエスト内容だけ見るか。内容だけ見よう。どこどこ、あ、いた、チケット売り場か。
USA の各地で話題沸騰、ミラクルサーカスにようこそ。ってごめんなさい、今別のお客さん対応中なんです。別のお客さんって？さっさと始めろ、客が待ってるんだぞ。わーいた、クレーマーか。そう、問題モンスタークレーマーみたいな。ですからまだ開演時刻でありませんし、お客様は入場チケットもお持ちでないみたいなので。チケットなんざいらねえだろ、俺だけは無料にしろ。そんな無茶な。なんだか大変そうですね。うん、ちょっと理不尽すぎるよね。さすがにチケットがなきゃ見れないのが普通だと思うけど。この人ってばさっきからこの調子で困っちゃってるんですよ。このままじゃサーカスどころじゃないし、どうしたらいいかな。太陽くん、お姉さん助けてあげましょう。おう、よしよしよ。あ、これこのままやるか、やろうかな。様子が変。ちょやってみましょう。ごめんね、ちょっとあのクエストやりますかね、ちょっとやっちゃいますわ。はい、これ終わった後にねストーリー進めようと思います。多分、あ、痛い。あ、リー夫人か。理不尽だからね、リー夫人ですね。痛い。お前、あらあら、ちょっと何見てるのよ。受付のお姉さんも困ってるみたいし、問いつくのやめてくれないかなって。そんなのこっちの勝手でしょ。どうしても案内で欲しかったカップケーキは3つとユカコーラ2と1つすぐに持ってきなさい。なんで俺たちが、理不尽じゃない。太陽くん、ここは我慢して言うことを聞きましょう。大人になるってのはそういうことでミス。もうしょうがないな。マジか、カップケーキ3つ買ってこないといけない。ユカコーラ2リットルはね確か持ってたから、コンビニで売ってるかな、カップケーキ。ヨロズマート。あったじゃあ3つ買いましょう。はい、よし、これは割と早く終わりそうだな。なんかさらにリンクしなきゃいけど、他にも買ってきなさいみたいな、そんななければ多分すぐに終わるクエストかなとは思うんですが。痛い。はい、あげるわよ。でもカップケーキ3つも食べて太るぞ。まあ、あらあら、確かに言われたものは持ってこれたよね。でもあんたたち待たせすぎよ。こんなの10秒以内に終わらせなさいよ。遅すぎてイライラしたからバトンに付き合いなさい。ちょっとさすがに理不尽すぎるでしょ。いやー、めんどくさい本当。バイトをしてる人とかいるんじゃないですか、接客業とかやってると時々モンスタークレーマーみたいな。私はね、学生時代ね、接客業でバイトしてましたけど、痛いよ、ほんと。まあ、相手にしないのが一番なんですけどね。なんかさ、接客業でさ、なんかバイトするとさ、なんか、なんだろう、お店の人にはちゃんと親切にしようみたいなね、そんな思いになりますよね。なんかさ、人と付き合っててもさ、なんか店員さんに横柄な態度取ってるとドン引きするもん、私。そう、もともとはね、なんかいろいろミクシーニュースとかでもさ、やっぱなんかブラック企業とかその辺がさ、ニュースになってたりするから見るんだけど、まあ、やっぱり お客さんと店員さんって本来はね、対等な関係だからね。そこはなんか今はっき違えている人が多いみたいですね。よっしゃ。待った。何よ、あんた強すぎるのよ。ここは負けるところでしょ。そんな理不尽な。まったく、もう今の子ってば気が利かないんだから。頼まれたものを持ってきたのにひどい言われよ、デビス。そうね、ティーパーティー用のお菓子を探しに行く手間はなくなったから、そこだけ褒めてあげた。そこだけよ。あ、これで消えたか。お、消えていきましたね。取り付かれた人も元に戻ったはず、デビス。だね。大丈夫かな。おじさん、まだ会場前時間あるし、前のお店とか見てきたらどうかな。あれ、本当だ、だいぶ時間があるじゃないか。何か食べるものでも買いに行くかな。お、謝れよ、お姉さんに。ねえ、悪いことしたでしょってね。まあ、妖怪のせいといえど。よかった、君ありがとうね。これで有効受付の準備ができるよ。といたしまして。よかった、お姉さん。いや、大変でしたね。ウィスパーは何もしてないけどね。な、そんなはずは。ほら、あたりを調べるように言ったり、サポートしましたってね。
サポートっていうくらいならケーキの売ってる場所調べたりスウィスパーが全部買ってきてくれたらよかったのに。そんな理不尽な。あ、よかった、これはあっさり終わった。じゃあ太陽君サイドのクエストはとりあえず大丈夫な感じかな今のところ。 OK、 ではではストーリー進めていこう。お、苦い漢方。ほっ、あー惜しい、うーん惜しい。やっぱ大当たり当てていきたいんだよね。じゃあ、マックが、マックが、あ、いた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 。太陽どうしたんだ？サーカスのチケットもらったんだ、一緒に見ようよ。マジか、お前すげえな。そろそろ始まるみたいですよ。早く見に行くにゃん。ん？お！レディース&ジェントルマン、本日はようこそお集まりいただきました。今夜は煩わしい現実を忘れ、素晴らしい夢の世界をお楽しみください。ワクワクするな。うん、さあまずはピエロによるパフォーマンスをご覧ください。おお、一輪車乗れないんだよな、一輪車。あーすごい、あーすごい、俺あんなの絶対できねえよ。あら、ドロシーちゃん、あら、あの声は。お嬢様、どうかされましたか？ううん、なんでもないの。それよりなんて素敵なのかしら、私もやってみたいわ。まあ、お嬢様ったら、あんなに危険なこと真似してはいけませんよ。あ、わかってるわ、冗談に決まってるじゃない。あ、次は何かしら。お次は可愛らしい双子による空中ブランコ。シルクドソレイユとか一回見てみたいな。見たことある人いる？くー、すごかったな。やっぱ最高だぜ。うんうん、すごく楽しかった。チケットありがとうな。あ、ダイモン博士だ。あら、太陽くん、いいところに。ダイモン教授？うん、太陽の知り合いか。ちょうどよかった。あなたにお願いしたことがあるのよ。気まぐれゲートにまつわるミステリーを探してほしいの。気まぐれゲート、なんか面白そうな話だな。ええ、気になるでしょ。ミステリーのことなぬって思ったんだけど、私が見つけた雑誌には載ってなかったのよね。こういうのは人が多い方がいいでしょ。だから手伝ってほしいの。ぐいぐい来るにゃ。いいじゃねえか、探してみようぜ。うん、さあそうと決まればゴーゴーゴー。でもどうやって探そう。ぬの他のゴーの情報があればゲートについてわかるかもしれませんが、更新されないですかね。あ、ここでリンク来るか。リンク来た。太陽キュー、ヌーの情報が更新されましたよ。え、本当？今度はどんな記事が書いてあるの？ちょっと待ってくださいね。今回の特集は入ってはいけない魔人の部屋だそうで、ウィス。魔人の部屋？何にゃ？真夜中に聞こえてくる音楽に導かれて光を放つ不思議な入り口に入ると、一つ目の魔人がいる部屋に迷い込んでしまうそうで、ウィス。部屋の奥に進んでしまうと二度と部屋の外に出られないのだとか。え、何それ怖い。でも光を放つ入り口ってまさか気まぐれゲートのことにゃ。おお、確かに言われてみればそうで、ミス。早速ダイモン教授を教えに行きましょう。だね。ああ、またキークエストが出るのか。ふーん、むむ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 む。ちょ切り替えてみていい？ムンちゃんサイドいけるかな。よいしょ、いけるんだったらムンチャーサイド進めたいな。弟くんが、あー、まだまだか、くそー。じゃあ太陽くんの方行くしかないみたいですね。じゃあやりますか。はい、やりますとも。あー、こっちのストーリー進めますとも。弟くん気になるんですけど、まあ進めますとも。よし、やるか、大門教授。あら、気まぐれゲートに関係しそうなミステリーの情報が見つかったの？じゃあこれか。あ、でも経験値110って美味しいな。はい、魔人の部屋ね。うん、魔人の部屋って噂があるみたいなんだけど、真夜中に一人で歩いてると音楽が響いてくることがあるんだって。その音楽に導かれるように歩いていくと、光を放つ不思議な入り口が現れて、気がつくと一つ目の魔人がいる部屋に迷い込んで出られなくなっちゃうんだって。へえ、面白そうな噂だな。
この光を放つ入り口って気まぐれゲートに関係あるんじゃない？そう、やっぱりね。椅子その噂は聞いたことがあるわ。私もそれが怪しいと思ってたの。だったら最初からそれを調べればよかったんじゃ。私が聞いた噂には入り口に関しては触れられていなかったから確証は持てなかったの。お手柄よ太陽くん。うん、この噂がそうなら話は早いわ。私の調査によるとこの辺りの釣り人たちが噂の出所みたいなのよ。おお、それは手がかりになりそうな情報でミスね。噂の出所は釣り人たちか。なら釣りをしてるやつに話を聞いてみればいいんだな。ええ、お願いね。お願いねって聞き込みは私たちなんでミスね。仕方ないよ、大門教授だもん。しし、早速行こうぜ。うん、よし、じゃあ話を聞きに行くか。ナビ忘れた。ナビ。どこだ？あった。ナビしましょう。よいしょ、いるかな釣り人たち。まだ時間あるからもうちょっとやか。じゃあ、話全部聞いたところで応援しようかな、釣り人たちのね。あ、自転車使おう。気持ちね、ちょっと早く移動できるからいいんですよ、自転車。ちゃこっちやな。いるかな。まず一箇所目はあそこの上んとこか。よいしょ。気まぐれゲートをねことごとくスルーしてるんですけど、まあいっか。よいしょ。あ、いた。ねえお兄さん、魔人の部屋って聞いたことない？魔人の部屋？なんだそりゃ。釣りをしてる人の間で噂になってるって聞いたんだ。ああ、そういや、そんな感じのこと誰か話してたな。本当？なんだったかな、そのなんとかって部屋に入っちまったやつがいてな。慌てて外に出たら転んじまって泥だらけになっちまったんだとか。俺は寝ぼけてたんだろうと笑い飛ばしてまったから、これ以上のことは聞いてねえな。坊主たちが聞きたかったのはこの噂のことか。うん、ありがとな。泥だらけになった男。それにしても泥だらけになるなんてその人ついてねえな。確かに。太陽君は転ばないように気をつけてくださいね。泥だらけで帰ったりしたお母様に叱られちゃいますよ。うん、洗濯が大変じゃない、何やってんのよもうってね、怒られちゃいますよね。私ちっちゃい頃ね、友達と外で遊んでたりするとなんかさ、結構地べたに座ったりするじゃないですか。あれさ、なんか黒い服とかだったらまだいいんだけど、なんか白とかさ、なんか汚れが目立ちそうな服で行くとすぐにお尻汚れるじゃないですか。なんかそれをね普通にやってたんですよ。そしたらめっちゃ怒られました、親に。そう、あんたーって、そう、洗濯するの大変なんだけどみたいな、何やってきたみたいな、なんでお尻つけんの、ちゃんとしゃがみなさいみたいな感じで超怒られました親に。はい、なんかしゃがむとさ膝きつくなってくるんですよね。だからね、ついついお尻をつけちゃうんですけど、でも今はねむしろお尻つけないでしゃがむっていうね。やっぱ服汚れたくないからね。あとなんか洗濯の大変さが分かってるっていうのもあるけど。よし、お兄さん、親何か言うか、君たちも釣りをしたいとか。俺たち魔人の部屋について調べてたとこなんだ。あんたなんか知らねえか。ああ、そういうのは僕も噂を聞いたことあるよ。その噂教えて。なんでも夜中に歩いてるとリズミカルな音楽が聞こえてきて、近づくと不思議な入り口が足元から光を放ちながら現れるんだって。足元から？これは新情報でミスね。ふむむむ、足元から。その入り口に入ってしまうと出られなくなるかもって聞いたから、もし見つけても入らないようにね。うん、教えてくれてありがとう。結構手がかりが見つかったね。椅子、これくらい集まったら何かわかるかもしれませんね。うん、では大門教授のところに戻りましょう。はい、ということで、じゃあ今回はねここで終わりにしようと思います。じゃあ次回は何か絶対ボス戦に、ね、なると思うんですけど、次回かそのまた次かまたちょっとね、ボスですね。今回さ、ムーンちゃんと太陽くん2人の主人公いるからさ、ボスもかける2なんですよね。まあ楽しいんだけどね。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。